大地町立鯨の博物館は、沿岸捕鯨で栄えた和歌山県東室郡、大地町の鯨浜公園にある博物館。大地町の捕鯨400年の歴史と技術を構成に、伝えることを目的に1969年、開館した。大きな鯨の絵が描かれた建物に、様々な鯨の骨格標本や、鯨の生態、捕鯨に関する資料1000点以上が展示されている。 クジラ浜公園には他に石垣記念館や海洋水族館など文化施設が集まる。併設の自然の家を利用したプールでは関西で唯一シャチのショーが行われていたが繁殖、学術研究のため2010年6月17日に名古屋港水族館に譲渡したので現在は行われていない。南紀のメインルートの国道を42号線から離れた場所にあるため、 町内外を問わず、社チクジライルカに、旧、雪、金を大いた文句にトロピカルルートや、ナチヤ前の道路に誘致看板を多数設置している。かつては、ラッコ館で、約20年にわたって、ラッコを飼育していたが、飼育は断念されることとなり、2008年3月に、鴨川シーワールドに2頭のラッコが譲渡された。その後、ラッコ館ではマダライルカ2頭の飼育がされていたが、現在は、 過去に飼育していたハラビレイルカ、ハルカのメモリアルやデータの一部が展示されている。博物館は世界で唯一の飼育として、ハラビレのあるバンドウイルカ、ハルカを海洋水族館にて2006年から2013年まで飼育展示し、注目を集めた。通称、ハラビレイルカ。2006年に捕獲され、東京海洋大学などが先祖帰りや、 クジラ類の進化の過程として研究し、レントゲン撮影で、はるかには、指の骨があることが判明している。クジラの博物館では、白い小型クジラ類の飼育展示を行っており、いずれの個体も2014年に捕獲された。キー民ーは、二頭の花ゴンドウが捕獲された時の、キリバタケ鉄オフ区館長の談話として、大事庁では、数年前にも、白い花ゴンドウが捕獲されたことがあるが、 大変珍しい貴重な古代。二頭とも大事に育てたいと話したと伝えている。アルビノのイルカ2014年1月17日に白いハンドウイルカが漁師に発見され、翌日博物館の飼育プールに搬入された。黒い色素が欠乏したため白く見えるアルビノで、体長約2メートル、体重約100キロのメスで、スピカとの相性が与えられた。 生後一年程度と推測された。飼育直後から元気に仲間と泳いでいると新聞、テレビで伝えられた。白変種のクジラ同年11月23日と11月28日、博物館に白色の花ゴンドウが相次いで搬入された。博物館では二頭とも目は黒く体表に多少の黒色部位があることからアルビノではなく白変種であると考え、 遺伝子の調査とともに、退職の変化等を調査していくとしている。そっち五輪での日本の活躍をイルカで占った。二頭のイルカに開催国ロシアと日本に見立てたフラフープを回させて勝ち負けを見るもので三回やって日本の二対一と出たと報じられた。古式捕鯨巻へ、大治海洋水族館博物館円形入場料は大人1500円。 小中学生は800円。ありがとうございます。